さてそこでだ、女子の着物は俺にはよくわからんのでな、その道の達人を呼んでおいた。おう、俺の着るものもほとんど任せておる。陣羽織も小袖もな。あれの手になったものはどれも実に派手でよいぞ。鮮烈にして精緻、繊細にして豪放なのだ。金久、綾姫をこれ。は。お呼びでございますか、親方様。三海殿、こちらがこの屋敷の姫君、綾姫殿だ。ああ、そうそう、言い忘れたが、ここは俺の屋敷ではない。おお、先ほど申しておったのは、ここの夢であったか。暁、水苑、秋夜だな。で、他には誰がここにおった？二人？どんな男だった？まあ。あの時の視線は、お前だって言うのか？お前、一体。どうだ、面白いだろうなあ、鬼姫殿。まことに。それにその珍しい姿の生き物も可愛らしいこと。これが毘沙門天の三海殿だ。ふさわしい衣を頼む。必要なものは全て準備してやってくれ。お任せくださいませ。さて、この娘子にはどんな色柄が似合うかの。三海殿、好きな色などあるか。オレンジ。それは色名ですの、そなたの国の。緑、浅葱色も良いかしら。あとは朱色の濃淡、山吹色なども似合いそうですね。山吹か、良いな。若い娘子の衣は久しぶりです。楽しみだこと。つやの手伝ってくださいね。綾姫様。姫、これからはこの艶のが御身のお世話をさせていただきます。警護に軒猿がついても、身の回りのことはどうぞ艶のに申し付けてくださりませね。おなごの身の回りのことはおなごに頼むに限ります。大丈夫、よくしてくれますよ。お召し会でも細かな事柄でもどうぞ何なりとお申し付けくださいませ。ああ、そうだった、鬼姫殿。俺のことは親方ではなく剣心と呼べよ。わかったな。かしこまりました、鬼若殿。剣心だと申しておるに。はいはい。
さあ、姫、お部屋へご案内いたしますわ。どうぞ、こちらへ。同鬼祭、またあの薄気味悪い忍びどもがこの海津城に来ておるのか。春日、いや、今は高坂壇上殿か。俺の道楽よ、貴殿に迷惑はかけぬ。捨てておけ。山本同鬼祭勘助に問う。あやつら親方様の御為にならぬ者どもではあるまいな。それを言うなら俺自身がそうかもしれぬぞ。同鬼祭、そう目くじらを立てるな。壇上、悪いようにはせぬ。しばらくは黙って見ておれ。たわけたことを。光の玉が降ってきて、そこから女が現れたと。嘘偽りはございませぬ。今まさに上杉正虎を仕留めんといたしましたところ邪魔されました。まことに忌々しい。邪人。本当よ、変な話だけど見たこともない変な服を着てたわ。年の頃は16から17ってところかしら。鱗童子、あの娘が何者であるかなど関係ない。マサトラに組みするものなら敵でしょう。殺すのみだ。ふん、くぐつまる。女などつまらぬ。殺すにも手応えがない。光となって天より降りきたるか。面白そうな娘だな。一度会ってみるか。会ってみる。さっさと殺してしまうべきです。まだ殺さぬ。会ってみてからだ。俺は妙なものが好きなのよ。お前たちを使っておるのもそのためだ。妙で悪かったわね。殺す時にはお前たちにくれてやる。そうなったら好きにしろ。その時にはこの私めが。邪神、鱗童子、くぐつまる、お前たちは手を出すなよ。あんた執念深いものね。ああやだやだ。俺はあんな女に興味はない。あの軒猿を殺す方が面白そうだ。俺はやれるなら誰でも構わぬ。ちょうど退屈していたところだ。マサトラとその妙な娘、せいぜい俺を楽しませてくれよ。